はい、おはようございます。今回ですけども、再評価待ったなし、金本監督のドラフト戦略。はい。まあ、ということでね、まあ、2021年の阪神タイガース、まあ、今日現在まででね、まあ、交流戦が終わって、2位巨人に7ゲーム差をつけるの、まあ、1位ということで、まあ、セリーグね、独走態勢に入っているんですけど、はい、まあ、そんなね、チーム状態のいい阪神を作り上げたのは、金本監督なんじゃないかと、まあ、いうことでね。まあ、ネットとかでもね、結構再評価についてのね、記事が上がったりとかして、まあ、もちろんね、采配とか、まあ、今のね、いる選手たちをうまく使ってるのは、矢野監督だと思うんですけど、まあ、その基盤を作ったというか、土台をね、しっかり築いたのは、実は金本監督なんじゃないかと、まあ、いうところでね、まあ、結構その金本監督時代にドラフトで取ったね、選手が、今の阪神を支えてたりもするので、ちょっとね、まあそれについて話していきたいと思います。はい、まあ金本監督がね、監督をしていた時期が2016年から18年と、まあこの3年間なんですけど、ドラフトにね、携わったのが、まあ2015年ですね。就任が2015年のね、オフなんで、2015年から2017年の、まあ、この3年間でね、取った選手が、かなりね、活躍してると。まあ1軍にいて、普通に戦力になったりとか、まあそういった選手がね、結構多いんですよね。はい。まあこれは結構、その阪神の2015年より前のドラフトとか見ると、あんまりね、なくて、金本監督がドラフトにね、携わった3年間の選手が、結構ね、目を出してるということで、まあ具体例を挙げると、2015年では、青柳選手、阪神の先発を支えてる、まあ、今のところね、エースといっても過言ではないぐらいの成績を残してて、まあ、東京オリンピックにもね、選ばれるんじゃないかというレベルまでね、持っていってる。あと坂本誠志郎選手ですね。はい。今キャッチャーはね、梅野選手が、スタメンなんですけど、1軍にいるということで、十分ね、ドラフト成功してるし、2016年はね、ドラフト1位の大山選手が、去年ね、28本塁打85打点っていうね、飛躍の1年を遂げて、ドラフト2位は、まあ、大投手ということで、まあ、大投手はね、まだあれかな。そして、糸原選手もね、この年入ってきたんで、まあ、小山選手と糸原選手ってことで、まあ今まさにね、チームの軸となってる選手なんで、まあこれも、すごいね、いい成功で、2017年もドラフト1をね、バパ同士だったりとか、まあ今ダイソーでね、大活躍の熊谷選手とかね、真島選手とか、まあちょっとね、怪我でいないんですけど、高橋春投手ってことで、まあこの年はね、結構一軍で、まあ試合に出てる。選手は多くいるのかなという感じで。はい、まあ、このようにね、やっぱり金本監督のドラフトの時にできた選手結構多いんですよね。はい。で、まあ、軸としてね、支えてるっていうところに関しては、まあ、青柳選手、小山選手、糸原選手っていうところなんですけど、まあ、あとここにね、上野選手が入ってくるかなと。はい、まあ、ドラフトはね、上野選手は金本監督時代ではね、ないんですけど、まあ、金本監督時代に育った選手。ということで、まあ、やっぱりこの4人がね、中心となって今、阪神タイガースを作り上げてるっていう風にね、捉えられると思うんで、まあ、やっぱりこの4人が、金本監督時代に基礎基本を磨いていったっていうところをね、考えたら、いいドラフトをね、したんじゃないかと、僕はね、思うんですよ。まあ、2021年のね、開幕スタメン、まあ、平均年齢が27歳ということでね、まあ、やっぱり若返りがしてるっていうところで、これもね、成功してるね、一つの例なんじゃないかなと、はい、思います。まあ、そもそもね、金本監督になる前までのドラフトっていうのが、即戦力志向で、まとまりのあるような感じの選手を結構指名していたっていうのがあって、まあ、そのなるべくこう、弱点がない選手っていうのかな、その欠点がない選手を結構重視して、まあ、それがね、球団のフロントとか、まあ、親会社のね、意向であったりもしたんで、まあ、そこにね、ちょっとこう、忖度しながらじゃないですけど、まあ、そういったところをね、やっぱり重視して選んだ結果、阪神がね、若手が育たないということで、まあ、結構ね、苦労しましたね。はい。過去のドラフトとかを見ても、特に2008年から2010、3年ぐらいまでのね、ドラフトとか見たらね、結構苦労いいですね。本当に阪神ファンじゃなかったら知らないような選手だらけなんで、やっぱりドラフト1位でね、選んだ選手もあんまり対戦してなかったりとか、っていうのもあったんでね。はい、やったんですけど、金本監督になってからは、まあ、整った選手よりは可能性がある選手。ということで、3から5年後を見据えたね、しっかりとしたドラフト計画があって、まあ、金本監督自身もね、そこそこ整った選手ではなく、敗北になり得る可能性がある選手を指名したいというふうにね、言っていて、まあ、欠点大いに結構ということで、まあ、そこでね、やっぱりこう、タイガースのドラフト戦略の根本からね、変えてくれたんですよね。はい。で、まあ、その象徴となってるのが、青柳投手ですかね。帝京大学時代に、制球とかね、フィールディングがあまり良くないということで、結構ね、評価を、まあ、落としていたんですけど、
横手からね、繰り出されるあのツーシーム、はい、今あのシュートとか、ツーシームのね、ボールの強さは一級品だったんですよね。はい。まあ、これまでの話だったら、間違いなくね、その制球とかフィールディングの面で、まあ、多分スルーしてたと思うんですよ。なんか金本監督だからこそ、指名したっていうのがあるのかなと。なので結果ね、今年、めちゃくちゃいい成績をね、残してくれて、まあ、去年もね、しっかり先発ローテーション1年守り抜いてくれたし、まあ、順調にね、やっぱりこう、3から5年後の計画、成功してますよね。そしてあと、糸原選手も、社会人からね、入ったんですけど、まあ、これもね、今までこう、大卒からの社会人っていう選手は、阪神タイガースのフロントとか、親会社をね、考えて伸びしろは少ないということで敬遠されていたんですけど、まあ、スイングのね、強さが印象的だったそうで、まあ、金本監督がね、それでね、獲得を決めたというところで、まあ、今ね、怪我する前までとかね、打率3割超えで、まあ、阪神のね、2番バッターとして、本当に欠かせない存在で、まあ、結果ね、伊藤選手がいなくなってからちょっと苦しみましたもんね。はい、オセロ状態とかあったりして、まあ、いやらしいね、2番バッターに成長してくれたかなと、はい、思います。まあ、この2人に関してはね、金本監督じゃなかったら、プロ入りすら、どうあったかなと、いうような感じらしいんで、まあ、本当にこの2人の選手を見抜いた、力、眼力っていうのは、さすがのね、ものだと思います。そしてね、なんといってもやっぱり大山選手、ドラフトね、前日まで、佐々木千早選手を指名するっていう風にね、言われてはいたんですけど、結局ね、ドラフト1位で指名したのは、大山選手ということで、まあ、これをね、獲得した当初、まあめちゃくちゃ叩かれた、ドラフト1位じゃなくても取れるんじゃないかみたいな感じでね、言われたりはしたんですけど、まあ、去年ね、見事に本塁打王争いにね、加わったりとか、阪神の4番としてね、人が向けた星になったんで、まあ、これでね、あの亀本監督のね、選択が間違ってなかったっていうのがね、証明されましたね。はい。まあ、佐々木千早投手もね、まあ、ロッテでね、活躍はね、してはいるんですけど、みんながね、思っていたような活躍はまだしてないってことを考えたら、大山選手の方が先に目を出したっていうこともあるんで、やっぱりそういうね、素人には分からないような、プロ野球関係者でもね、なかなか見抜けないような力を、目力をね、持っているっていうのが、やっぱりここでもわかるし。で、まあ、その後を引き継いだ矢野監督も、ドラフトはね、藤原選手だったりね、奥川選手だったり、そして佐藤輝選手だったり、そういうスケールのね、大きい選手をドラフト1位でね、こう、一応指名してはいるし、やっぱりこう、球団のね、意識を、まあ、変えることができたのかな、というところで、まあ、結果ね、佐藤輝選手も入ってきてるし、まあ、これ非常にね、大きな貢献をしてるんじゃないかと、僕はね、思います。はい。なんでね、やっぱいきなりね、こう、経験、コーチ経験もなくね、監督にさせられたっていうところもあって、まあ、采配とかはね、やっぱり疑問が残るところもあったりはしたんですけど、選手のね、潜在能力を見抜く力っていうのは、やっぱりすごい、誰にもね、負けないようなものを持ってるというところで、いや、本当にね、阪神タイガースにね、もう一度帰ってきてほしいですね。GM としてね、持ってきたら、本当にね、また評価が180度変わるんじゃないかなと。思うんで、まあ、このね、矢野監督の時代に戻ってきたらね、熱いっすね。やっぱり選手をね、こう、見抜くっていうのがなかなかね、こう、阪神のコーチ陣だったりとかができてないところだと思うんで、まあ、圧倒的なね、通常残してる選手っていうのが、やっぱり金本選手以外にもね、あんまりいないっていうのもあるし、はい、なんでね、金本監督、もう一度ね、阪神タイガースに力をね、貸してほしいです。それでは、今回ね、この辺動画を終了しております。この動画を見てくれた方は、ぜひ、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。